三十三県産は、福井県三方高み中郡若狭町と滋賀県、高島市との境にある山海である。北側の源流であり、山頂には一等三角点が所在する。山頂部は、日本芝が広がり小浜線の車窓から積雪柄、融雪まで、雪形が残り、雄大な採用が望める。昔からの里山で、群生する杉から実の作り、油切りから灯油の採取。 炭焼きというように、ふもと集落のくらみなどで利用されてきた。古くは、ふもとの集落名称から、くらみがく、また、天馬神社の背後にある山であることから、天神山とも呼ばれていた。現在の山名の由来については、登山口駐車場に、説明の石板がある。それによると、京都市の33県道が創建された際に、その胸着を、 ここの山中から切り出したという伝説があり、三十三軒山と呼ばれるようになったと記されている。他にも、ふもとに、住吉僧坊が三十三軒あったとか、三十三番の草競馬が行われていたとか、諸説は様々である。少年の手前に、国家安全学風大山などの文字が刻まれた、風神の石灯がある。天保三年に建流され、 山から吹き下ろす強風の被害を沈めるために、風神大明神を祀ったものという。倉見集落からのコースが一般的であり、山頂までは約2時間である。集落の南端に登山口駐車場があり、トイレも設置されている。川、沢沿いの道を行くと、最後の水場がある、都上後、斜面をつづら折りに、枝を根に上がる、夫婦松展望台、風神を経由し、 少年に達する。尾根城は、純平原城であり、北から南に向かって、緩やかに下がり、見かけ城二段の平坦面を形成している。平原は笹ささやの芝の群落に覆われており、若狭山をはじめ琵琶湖さらには、丹後半島まで展望できる。平原部から三角点のある山頂までは15分程度であるが、展望は効かない。砂岩や、欠岩類がある地で露出する。 風化岩は千枚岩化している。平原上には砂岩の天石がある。早春には山梁付近にメタケが一面に繁茂している。ありがとうございます。